はい、えー、こんにちは、くんです。えー、今日はですね、えー、エグザムとくんさんで、えー、まあ、他のね、えー、リュウニャン力投と、まあ、まあ、俺もそんな年齢は言ってないけどさ、まあ、20後半ということで、まあ、多少他の一人社会経験がある二人が、 え、おすすめのバイト、仕事等についてちょっと話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この話エクザムとしかできないんだよ。田中もまだできないし。社会経験。社会経験的なところで言えば、あの、リュウニャンとかに、おすすめのバイトがさ、っていうかそんな話できないから、リュウニャンまだだって、あの、面接もしたことないからね。ああ、ないね。ってことかも。そう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 。だから、この話はね、エクザムさんとしかできないということで、おすすめのバイトとか今までやったバイトについてちょっと話していこう。 あ,じゃあもう自分、まあ、いいね,自分ね昔、まあ、高校生だったんだけど、うん、その時にその舞台関係の音響のバイトをやってて、うん、すげえすごいねど,どうやってもそそれ <laughs> よくよくそんなの見つける<う>見つけるのやばくな、ね、い、ね、そんなの見つけるのそれねもともと演劇とか演劇部みたいなのがあってうちの高校<ー>でそれのつながりでなんかバイトの話になってその<ー>たまたまそういう関係の人が来てて。 あ、いいバイトみたいなのであって自分がそれでああじゃあ結構時間あるし、てみたいなうんチート使ってんじゃないのチート使って全く自分関係ないえ演劇部とかじゃったわけじゃないのどうぞじゃないの間違関係ないんだ全く関係ないけど人手が足りないからみたいなのていってもともと自分コンビニとかねそういうのでいろいろやったけど給料とか聞いたら割といいんだよね っだって高校生の時でさ普通に1日1万円当たるってやばくない,えそ,れでかいのそれでかいそれでかいそれ <laughs> でかいそれでかいでそれも日当割りだったから、えー、いやこれすげえなと思ってしかもあんま経験したことないから面白そうだなと思って行ってあそうなんだうん、うんうん、でいざ行ったらなんかねもう全く何も知らないのにいやじゃあこの音楽、うん、鳴,ら鳴らさないと進行しないからみたいな結構圧かけられんだよ <laughs> ああそうなんだ <laughs> そうと、えー、かマイクの大きさとかね ああああそうそうああああでどれぐらいなんて言うんだろうその気持ちよくお客さんが聞こえるかとかああそういうのもあってああああで一応そういう舞台だけの仕事じゃなくてそういうあの何々公演しますみたいなあるじゃん要、うん、はこういう発表会があるので、うん、あのちょっと前音響さんお願いしますみたいなので、まあ、基本的にそのマイクの調整とかだけだったんだけどね、うん、すんごい高校生にしたらね割のいいバイトだったへえすごいいいね舞台バイトとかも いや、あんのかなないと思うよなね。ここでおすすめしてもね、たぶんね、ありつける人いないと思うな、俺。高校時代ね、俺実はね、こんなこと話してるけど、高校時代はバイトしたことないんで俺。あ、ないのバイト禁止だったね、学校。禁止だったし、めんどくさくてやってなかったね。あ単純にね。とにかくめんどくさくてやってなくて、大学になっても結構短期のバイトめっちゃやっててさ。 前、動画とかでも言ってるんだけどポスティングのバイトはめっちゃよかったねポスティング具体的にどういうことするので家にチラシが送られてくんの1000枚ぐらいドンって不動産のチラシとか送られてきてそのチラシを自分の住んでるところ周辺とかに配ってくれっていうの1枚3円とかそれで入れてってことかお金になるみたいなそう。 で、あのそれを入れることでお金になるのね。だから、え、じじゃゃあもうれ単純にさ、1枚3円ってこと枚円とか、あれによっての集合住宅ありか、マンション向けみたいなのと、あと、その一軒家みたいなの、一戸建てしかだめみたいなのがあったり、なんでもいいよっていうのがあったり、いろんなパターンがあって、で、5円とかだっするのに、1枚。 でも、案外いけて、うん、案外ね、うん、頑張れば、あの、時給1000円ぐらいでできるのよ。ああ、ね、うん。時間2 0枚って、いけるんだよ、意外と。意外と,意外と全然いけて、うん、その、コース見て、自分の中で、こうルートかこ、このコースが完璧だみたいなルート構築して、うん、で、ちゃんと巻かないと、やっぱりなんかバレんのね、リアクションとかで、ね。<ー>だからその、ちゃんと巻かずに捨てるとかだったらバレるから、バレるし、捨ててなんかね、うん あの、バレたりすることもあるらしいのよ。ガ業っじゃねえかとガサって残ってると、ガサって残ってると、事業ゴミと思われて持ってってくれないみたいになって、結局バレるみたいなのがあったりするから、まかないって選択肢はないのね。じゃあどうするかっていうと、もう、本当にまくしかなくて。本当に巻くしかなくて。1時間200枚ぐらいね、なんとかしたら負けるんだよ。だから、1000円ぐらいいくんだよ。しかも、同僚なし、出勤時間徒歩0分、 最強のバイトだったので最強のバイト俺の中でただ結構学生とかでやるって言っても拒否されることが多いえなんでわざわざやるのみたいなポスティングとか正直おじいちゃんおばあちゃんとか主婦とかが暇つぶしにやるものだから大学生が あのー、いやあんまりやらないしな、なんでわざわざやるのみたいなふうに言われるけど、うん、まあそこはガン無視して、いや、でも、ね、ぜひやりたいですとか言って、ね、あー、やっぱそういうのやらせてくれないんだね、なん,なんかあんまり、あんま前向きじゃなかったね。あー、やっぱあれだ、<ー>途中でやっぱ投げ出しちゃうとか、やっぱそういうやっぱイメージができちゃってるんだね、そうそうそう、陰、うん、キャ向けのバイトだね、も完全に。もうすげえ、陰キャは絶対いいよ。<う>でもね、あの飲食系とかはね、本当に陽キャの人じゃないと、多分続かないと思うんだよね。 ああいう接客業ああ、そうだね、うん。ああいう、そうそう陽キャじゃなきゃいけない。要キャっていうか、やっぱね、こう話をうまいこと組み取るお客さんの、うん、そういうやっぱ力量とかいるから、やっぱ話さない、うん、話さないポスティングが最強よ。でも、ポスティングで、うん、NG 物件とかあるの。えー、地図帳を渡されて、ここは、ここはあの苦情を入れられたからやめようみたいな。ああ<ー>。だめですよみたいな。あれとその ちゃんと見て、あの、チラシ NG みたいに書いてるところ入れちゃダメなのよ。<ー>それ入れると、間違いなく苦情くんのね。<あ>だから、何も書いてないところじゃないと、ダイレクトメッセージ入れちゃダメで、うん、あとマンションとかも、あの、立ち入り禁止ですみたいな、お断りですって書いてるところ入ると、不法侵入になっちゃうから、うん、そこはちゃんと守んなきゃダメみたいなのが多少ある。あ<ー>だから、それの位置も把握しつつやんなきゃいけないから、結構しんどい。あ,<ー>あ、この家ダメだみたいな、ダメな家とか、 自分で地図でマークしてってここはダメだみたいなのをちゃんと決めてでそ,そ,そ,それを踏まえてルート構ーしてだから結構 e スポーツだよだ競技性高い競技性高いうんえー、でも飲食俺やったことないんだよな俺レジ打ったことないよ俺レジレジはねいやレジは慣れだね打ったことないんだよ俺だから俺,、うん、俺どうあがいてもレジ打つ仕事だけは生涯なんか多分できないなみたいな 今更できないかなみたいな。慣れだけど、なんか、ね、この年でさ、初めてレジ打つバイトしますとかって、なんかちょっと微妙じゃん。なんか、あ、そうだね。もうなんか俺が例えば、もう、YouTube もう死んだ派ってなって、もう僕バイトしますってなって、しない。まあ多分しないと思うけど、レジ打つバイトとか、多分はしないね。バイトするにしても。がもう今更踏み出せない今更踏み出せない。今更レジ打てない、俺も。 か別のなんか仕事探すわ。そうだな。だな特殊なバイトはでも儲かるけどちょっとなんか闇が深いみたいなのも、ね、あるね。それこそね、うん、俺一回だけ見たことあるんだけど、うん、そのバイトでそのなんだろう清掃員って書いてある、いわくありげなやつがあって、あそれで友達がそれを受けたんだよ。うん なんかすげえ給料いいからっつって、うん、いやどうせ変なのじゃないってなんかちょっと汚いとかそういう感じのあれだよみたいなでいやこれはちょっとおかしいぞと時給的に、うん、で<ー>行ってでどうだったのって言ってそれであの週末のなんかあるみたいなやつで、うん、行って行ったらなんかすげえ暗い顔してきたんだよねその友達が「うん、いやでどうしたの?」っバイトなんか結構良かったしで結局どうなって、まあ、内心なんとなくなんかあんまり、うん、なんか傷残りそうな 感じかなみたいな雰囲気あったね愛知系かなみたいな結局さ言ってもさいやもう喋んないんだねいやいやもうあれことはいいやみたいな心の傷になっちゃったんだん心の傷に残ってしまうぐらいのもんだったやっぱそういう<ー>やっぱ裏があるんだなと思ってバイトの中にはバイトもなんか怪しいのとかあるからね出会い系サイトあのデータ入力って書いてるの出会い系サイトの桜らしいよ データ入力のサポートみたいな俺は d い k サイトの桜とかしたことあ桜ってあれ確か逮捕されるんだよあれ、うん、確か普通にああそういう,なっちゃうなんかアウトなんだよあれなんか調べたことあるんだけど、えー、d い k サイトのサイトって桜入れるとアウトだからその摘発されたりするのね<ー>だからバイトも、うん、バイトも逮捕すバイトは基本大丈夫だけどでもなんかやばいこともあるみたいなだからあ、まあうん、なんかデータ入力の仕事とかは、まあ、気をつけた方がいいって行くの えーうん、だからまあ単純なあ,れそれいたあるいはジムだと思って行ったらそういう作業みたいな全然ジムじゃないんでもう出会い系サイトの桜やってくださいみたいなのでその、うん、俺しあの友達がそれなんかデータ入力と思って行ったら出会い系サイトの桜でで、うん、なんかもう全部テンプレ決まってんだってテンプレで返す文章決まってて、えー、そのこう来たらこう返してくださいとかこう来たら <laughs> マニュアルガン、ね、引き伸ばしてくださいとか、そういうのが決まってるから、<ー>その誰でもできますよみたいなこと言われたらしくて、まあ、でも断ったらしいけど、うん、うん。まあもう闇だよね、そんな。もう闇,闇深いなと思って断ったらしい。うん、いやいろんなバイトあるよ。大学生のうちでも、いろいろ試してみるのがいいよね。あー、そうだね。でも、やっぱ、とりあえず、でも、うん。バイトだから結構気は楽だよ。やっぱ合わないから、うん、いや本当本当んみたいな楽、ね。しかも、責任ないじゃん。うん、<の>あないね。ノルマだ,だってないし。 あのー、もう無責任でいいからあでも俺、ね、家庭教師のバイトした時は責任あったなあーなあなにこの子絶対伸ばさなきゃいけないみたいな,感じあん,のなんかさしかもあのー、なんか本社があるんで割と丸投げ系の家庭教師のバイトで自分でカリキュラムあるとかじゃなくて自分で勝手に指導してくれみたいなえそんな半まマジマジ丸投げ系みたいな感じえなにいきなりそうやってあの家に行って <laughs> <う>あのあっち側から こういうのを教えてください。っていうのを、ただ返すだけみたいな。そう,そうそう、そう,う、なんかいややばいんだよ。そこの家庭教師の俺バイトで最初はそのカリキュラムとかあって、こういう風に指導してください。とかって言われるのかな？と思ったら、あの、ね、1> 月1回やりましたか？やってませんか？つってあのあ何時間教えました？って言うだけでいいですよ。みたいな。 特にうちからは何もありませんとか言って、面接、あの、以上面接終わりましたみたいな感じで、ほんまかいなと思って。で、まあでもとりあえず、俺そういうの結構、なんか人に教えるのとか、まあ嫌いじゃないから、やってみようって思って。で、あの、まあでもね、その子ね、ちゃんとね、あの、定期テストとか結構、なんかちょっと結構グレてる子で、あんまり良くない子あんま良くない子で、中2ぐらいまで全く勉強してないみたいな。 一切勉強したことありませんみたいなことでさ、あのうん、その子がなんとかいい高校行きたいっていうのはなんか将来なんか,こうなんか消防士になりたいとか言ってて。あ、夢があってでも消防士は結局。 そこそこの学校行かないとなれないっていうふうなのに気づいて、その子は。だから家庭教師を始めるみたいな、うん、結構。ある意味もう,う変な話、ゼロからスタートゼロからの調整みたいな感じで、<laughs> あの、歴史とかも全くわかんないみたいな、中2までの知識ほぼありませんみたいな感じだったんだけど、<laughs> なんとか、受験は無理だけど、お母さん<う>指定校推薦にだったらもしかしたら定期テスト頑張ったらできるかもしれないですよって言って、うん、その、それも、その本人に聞かせ、聞かせに行って、うん、あの、定期テスト、 の割合とか聞いて、指定子推薦取れるかみたいなのも、あのー、俺がこう提案して、そのお母さんが聞いてくるとかいうのをやって、うん、なんとか、定期テスト頑張って、そ,ってっそう、定期テストを頑張って、あのー、指定子推薦取って、でできたんだよ。だから、<ー>そう、なんか、なんかっていう、まあよかった、まあ、よかったなーっていう、でもただ、効率、うん、お母さんには効率生かせたかったのね。 ああ、やっぱね。でも、その効率、効率は落ちちゃったんだよ、でも <laughs> あ<ー>。ああ。やっぱちょっと、<や>ちょっと足んなくて落ちちゃったみたいで。まあ、だから、指定校孔あ違う、推薦で通ったんだ。そう、指定校だった。あ<ー>指定校だったらあれだ。推薦、うん、で、なんか、落ちた後も推薦で通れるみたいな。うん,ん。うん。ごめん、推薦指定校推薦じゃない、推薦だ、うん。確か、推薦で通ったんだよ。あれって何で違ったっけな。いや、でも、受験は受けてないはずだ。なんか、なんかそういうので通ったと、なんか別の特殊な、 ルートで通ったはずでもやっぱでもそれ生きたってことだよねそれ勉強がでったってことだよねでもね怖いい責任感重大だからね家庭教師は結構怖いよその丸投げされるから塾の先生とかよりも悪い塾の先生はちょっとやったことないから分かんないけど塾の先生も結構やっぱ責任くるんだよね多分やってる生徒が多いから俺一人しかいなかったのよ一人しかいなかったから割とその子のことだけ考えてればいいみたいな うん。時給は高かったよ。2000円近くもらえてよ、確か。いいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん。そうめちゃ、めちゃくちゃいいんだよ、時給は。<laughs> 丸投げじゃねえ。丸投げだから、まあそんなもんだろうな、みたいな。2000円はもらわないとおかしいよな、<laughs> みたいな。うん。そう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 。 でもね、いろんなバイトしてるとなんかその会社のなんか雰囲気とかがさ、うん、ないないにわかるのちょっとリアルじゃないなん,かあかかなんか社長となんかやたら親しい社員がいるなみたいな、うんうん、そうそうそうある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 だよそうそうこれあれなんかちょっといや社長と普通に喋っておかしいなって関係があって関係が不思議な関係があるからね ちょっとで、それで社員さんにあれ、なんかちょっと仲いいですねみたいなのを聞くと、いや、そういうことだよっていう感じで。そうい,ろいろいろあったってことね。いろいろあった。高校生だから、いろんな社会を見れるっていうことやっ,ぱいや,、うん、やっぱバイトやってみるとね、なんか結構、なんかみ、まあやれるところはね、高校で。見方結構変わるよ、うん、や,やったほうがいいと思う、できるなら。 俺、俺、俺はあんまやんなくていい。う俺、俺、実は、実は、実は俺、バイト高校生やんなくていい論者なんで。なんでかっていうここまで話しといて言うのもなんなんだけど、高校生だったら、大学生もそうなんだけど、ま、なんで、あの、ここまで話しいて、おすすめのバイトはみたいなこと言っといて言うのもなんだけど、前、ラジオ動画で、そう、ラジオ動画で、もうこれ話してるんだけど、もう、もう、仕事なんて、卒業して、 40年やれるんだから、まあ、絶対やらなきゃいけない状態でまあ、まあ、もちろん、その社会勉強も、まあ、いいけど、まあ、最低限でいいんじゃないかなっていう、なんか、<ー>あの、高校生にしかでき、大学生にしかできないこととか、一番悲しいなって思うのが、ね、大学生で、その、うん、どっか、例えば、まあ、居酒屋のバイトあるから、長い長期旅行行けないとかいうふうなやついて、あそれ悲しい、ね。いやこいつー、そい。だなって思って、なんで、だって、ね、だって、社畜になんかなれるのに、なんで今から社畜してんのみたいな。 バイトするのはいいけど短期とか今,今でき今しかできない長期間使うことできないんだよやっぱりその 1>, <ー>1ヶ月家を空けなんか会社休めってできないじゃん事実上ああできないできないだからだけど、うん、大学生って1ヶ月仕事休むなんて1ヶ月空けるなんてできるじゃんだから、ね、やっぱりあのなんか なんだろうな、まあ、バイトもいいけど、バイト明けくれるのはよくないなみたいな、うん、あー金がないとできないこともあるけど、うん、確かにあるね、が欲しいとか、やっぱ、最低限でう、うん、あるんだよね、やっぱ物欲が強くて、あれも欲しい、これも欲しいってて、やっぱバイトしなきゃいけないのもあるんだけど、金使った遊びとかできるからね、うん、社会人になって、うん、金使わない遊びは、その、なんか、高校生とか大学生でしかできないけど、うん、金使う遊びは、社会人になっても、まあ、できるから、金使うっていうか、 その、ね、別に、なんか月収だって30万でもあればさ、別にできるじゃん。まあできるね。高校生がバイトしても数万しか月たまんなかったらさ、3、4万のお小遣いなんてさ、ね。すぐなくなっちゃうよね。すぐなくなっちゃうし、逆に社会人働いたら3、4万のお金なんて出るわけじゃん。作れるわけすぐね。簡単に。だから、 まあ簡単じゃないかもしれないな結婚とかしてたら難しいかもしれないけど、一人暮らしだったら全然余裕だよね。もう全然自分に、うんまあ、余裕が出るからね。ねまあ実家暮らしだったらもっと出る実家暮らしだったらさ、ほぼほぼ10万ぐらいは余剰金出るわけじゃん。うん、だからね。そうまあ、今しか確かにそういうのはあると思う。そうそう,そう,そうそ学生だからしかできないことみたいな。ね、だからまあ、あんまその顔を出すリスクとかあるけど、だから YouTube もなしじゃないと思うんだよね。ああ、中ではね。なんか でも逆に高校生とか大学生の間でしか顔出しってできないよねって気がするああ <ー S 1> 全部顔出しして派手なことするのってなかなかきついなかなかきついと思うなかなかきついまあそんな感じ俺あのさあのあのねあの親にさ昔言われたことない何か大人になってからゲームしなさいみたいなあああれいざとなったらさできないんできなくないできない,できない,いなできないんだよね あれ、罠だ。だ。時間ないからね。時間がないから、お金を使わない遊びしかできない。お金を使って短時間で遊ぶみたいな。それこそなんか飲み行くとか。そう、そ,<の>それで終わっちゃうんだよ、ね、そう、高いお酒買うとか、なんかそう、車買うとか、そういうちょっとこう。時計買うとかね。うん、時計買うとかで終わっちゃうから、だらだらゲームし続けるみたいなのって、本当社会人でしかできないね。うん。そうだな そうバイトしててもしなくても社会には出れるしね、別に。まあね、それは、うん、まあ、てか、多少、出ね。出バイト一切したことない人が社会に出て、まあ、多少苦労するけど、でも、結構みんな、割と温かい目で見てくれるよね。くない,い元々うん、うん 特にはさ、あの、なんか、なんだろう、新人の、新人で入ってきた人って、なんか、そんなにいきなり当たり強くはないから、つっそ,そうそうそう。うん、当たり強い、それ多分やめた方がいい、ね。うん、それはやめた方がいい。<laughs> 逆に新人で、ね、そうそう、そうやばいよね。逆に新人で入ってきて、本当にさ、即戦力を要求するって本当に即戦力要求される会社だったらやばい気がする。でも書いてあるけど、やっぱ最初の、まあ変な1ヶ月は絶対大丈夫絶対大丈夫だよね。うん、それで大丈夫じゃない会社は、もうやめるべきだね。間違いなく本当に。 それ多分、うん、もう、悪いね。会社が悪いと思う。うこまあ、皆さん、コスパのいいバイトをしたり、その、俺、俺、短期おすすめだね。短期でいろんなバイトするの、俺、いいと思う。あ、それはいいかもね。そうそうそう、それの方が、なんか、一つのバイトを、やっぱりさ、うん、やっぱ人間関係が極まってくると、楽だし、うん。逆に抜けづらくもなるそうそう。抜けづらくなるし。 あの自分の庭みたいになってくるから慣れきっちゃって俺新しい経験の刺激にはなんないと思うんだよね,ね高校生とか大学生ほどバイトコロコロ変えていいんじゃねえかなって思う正直,だから正直そコロコロ変えられるのもあれだからもうバイトのバイトないからもだ,だ,から、ね、だからどんどんやればいいと思う,う,うねということで、うん、高校生大学生の皆さんは、まあ、参考にしてみてくださいということで、えー、くんさんとエグザムでしたまたね、はい、バイバイまたね